ティーン・スピリットは2018年のアメリカ合衆国、イギリスのドラマ映画。俳優マックス・ミンゲラの初監督作品で出演はエル・ファニングとズラッコ・ブリッジなど。バイオレット・バレンスキは田舎町に暮らす内気な少女であったが、いつの日にかスター歌手になることを夢見ていた。バイオレットが歌にかける情熱は並大抵のものではなかったが、それは単に歌が好きだからというわけではなかった。 バイオレットはスターになることで閉鎖的な家庭環境から脱出することを願っていたのである。そんなある日、バイオレットはテレビのオーディション番組に出演することを決意した。2017年1月30日、俳優のマックス・ミンゲラが映画監督デビューを果たすと報じられた。2月10日、エルファ・ニングが本作に出演することになったとの報道があった。7月11日、 本作の主要撮影がロンドンで始まった。2018年9月5日、本作の劇中映像が初めて公開された。6日、ライオンズゲートが本作の全英配休憩を購入したと報じられた。7日、本作は第43回トロント国際映画祭でプレミア上映された。8日、LD エンターテインメントが本作を アメリカで配給することになったとの報道があった。2019年4月12日、本作は全米4巻で限定公開され、公開8週末に43,620万 3, ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場43位となった。本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには129件のレビューがあり、 批評家支持率は71%、平均点は10点満点で6.20点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ティーンスピリットのストーリーには、既視感を覚える。しかし、マックス・ミンデラ監督は、題材とエル・ファニングの講演を上手に結びつけており、それが良い効果をもたらしている。となっている。また、メトクリティックには24件のレビューがあり、 高評価は8件、賛否混在は15件、低評価は1件、過重平均値は57、100となっている。ありがとうございます。